想される中、出航を決めた運航会社の桂田社長から今後も任意で事情を聞くなどして捜査を進めることにしています。この事故では乗客14人が亡くなり、今も12人の行方がわからないままです。1ヶ月前に行方不明者が見つかったのを最後に手がかりは得られていません。こうした中、海上保安庁は明日から3日間体制を増強した集中的な捜索を行う方針を決めました。国後島の周辺を含めて知床半島の北側に向かってこれまでのおよそ2倍に拡大した捜索海域に大型の巡視船4隻を派遣するほか、半島の周辺では比較的小型の巡視船や航空機で捜索に当たるということです。範囲の拡大は潮流予測などに基づいていて、海上保安庁はこうした方針などを今日午後乗客家族に説明したということで、この3日間で少しでも手がかりを得たい考えです。次はウクライナ情勢です。ロシア軍はウクライナ東部2州のうちルハンシク州の完全掌握に向けて州内最後の拠点ともされるセベロドネツクへの攻勢を強めています。こうした中、ロシア国防省はウクライナ東部のドネツク州リマンについて全域を掌握したと主張し、ここを足がかりにウクライナ軍の東部の拠点へさらに進軍する可能性も出ています。ロシア軍はウクライナ東部ルハンシク州の 95% をすでに掌握したとみられ、全域の掌握に向けてウクライナ側の州内最後の拠点ともされるセベロドネツクを包囲しようと部隊を進めています。ロシア軍に抵抗するルハンシク州のガイダイ知事はセベロドネツクの状況について28日 SNS でロシア軍を一部の地域から押し戻していると強調した上で、敵は至近距離から激しく攻撃し市街戦が始まったところもあると明らかにしました。またドネツク州のキリレンコ知事は SNS でロシア軍による攻撃で27日市民5人が死亡し4人が負傷したと発表しました。こうした中、ロシア国防省は28日の発表でウクライナ東部のドネツク州リマンについて全域を掌握したと主張しました。リマンはウクライナ東部の鉄道の重要な拠点とされる戦略的にも重要な場所で、南側にはウクライナ軍の東部の拠点にもなっているクラマトルスクやスラビャンスクなどドネツク州の主要都市があることからロシア軍は攻勢を強めていました。イギリス国防省も28日、ウクライナでの最新の戦況分析で、ロシア軍は27日までにドネツク州北部リマンのほぼ全域を掌握したとしています。その上で、ロシア軍の狙いはリマンから東に40キロのセベロドネツクだ。これから数日間、ロシア軍の部隊はドネツ川を渡ることに力を入れると見られていて、リマンを掌握することはロシア軍にとって有利となるとして、ロシア軍がリマンを足がかりウクライナ軍の東部の拠点へさらに進軍する可能性を指摘しています。またイギリス国防省はウクライナ軍は